頑張らんとさ、体調良くならないよ。ね？おー、うん。ごめんね。そう、体調良くならないから。うん。ね？うん、ね、寝しょせよ。こうやって寝しょせよ。うん。どうやってもだれとかっこっていい？で、うちが入ったらそこからチップ作業を取りますからね。はい。じゃあ行きます。6項目で CRP 入るんだね。6項目。あ、6項目で CRP 入るよね。はい。と TBA がいいんですよ。うん、何して？ちょっと入れて。で、ま、50%、60%ぐらい。パニックにならんから。よかったよかった、パニックにならんで。高島くんの方がパニックになりそう。血液が多すぎる。でも、5個でも出すやつが、院内は、みゆちゃんぐらいでしょ。ちゃんとこの子、うん、そういうことよ。別にまで突破待ってたら、クリムルプンツヤスな気がしない、うん、ちょっとピロン出してみてないと、うん、薄く緩めて足で60、80、よし、いいとこ、だね。点滴しようもんね、ゆっくりね。で、点滴してから、あの、結果見てから、流動食の種類決めるから、10ぐらいになりましょう。10か、20か。まあ、初めてだから10の朝でしょ。で、大丈夫だったら2回目、また10か、15か、20か。うん。一回緩めて。膝の下しっかり持ってて、高島くん出た？まだ出ないか？あった！あーっと、そこで、そこでダメ。高島くん、ごめん。それやる前にさ、血液だけ蓋閉めに来てくれる？急ぎで。キャッパ開いたままだ。こぼれそうだ。
うん、ミックスしてそれ。6項目プラスあの TBA。項目、うん、急ぎです。はい、で出たら教えてね。それによって点滴の種類決めるから。あでポンプを1個持っていこう。よいしょ。頑張ったね。支えつけられるの嫌なの。嫌なんだよね。ごめんね。びっくりしたね。ごめんね。ねえ、ねえねえしとるみたいで。まあ、私の腕真っ暗じゃないよ。真っ暗なの。おー。ごめん、入れちゃったね。ごめん。元気にならんといかんからね。ママ心配するから。ポンプ用意して、はい、でそれからその前にご飯入れて、はい、よしよしよし頑張りました。よしよしよし、ちょっとハウスしよう。